みなさん、こんにちは。アレオーナです。今日は雑談動画になります。まあ、いつも通りといえばいつも通りではありますけれども、今日はですね、もう本当にね、今勉強してて、その勉強のちょっと休憩っていうことでですね、もうね、ずっとやってても、ね、集中できないので、まあ、気分転換に動画を回している感じです。で、今日はね、何について話したいかといったら、今私が取り組んでいるですね、修士論文についてお話ししたいと思います。ちなみにね、今私が T シャツを着てるじゃないですか。これ今朝なんかタンス開けてね、適当に引っ張ったらこれが出てきて、これすごい可愛い、可愛くてね、好きなんですけど、これ山形で買った T シャツで、モンベルのね、蔵王の T シャツです。だから山形宮城限定の T シャツなんですけど、で、これ面白いなと思ったのが、私の修士論文のテーマと関係してるのがね、すごい面白くてですね、ま、はい、もうね、脱線の脱線なんですが、私の修士論文についてね、まあ、タイトルはちょっと衝撃的なのかもしれないんですけど、今日はね、本当にこの私のお勉強の内容と、まあ、修士論文についてのご質問が皆さんから毎回特に生配信すると多いので、そういうことも含めて今日はちょっと話していきたいと思います。はい、まずこれはね、繰り返しにはなりますけれども、私は東京大学公共政策大学院に今所属しています。で、今2年生で、まあ、一応うまくいけばですね、来年は卒業する予定にはなってるんですけれども、まあ来年といってもですね、実は授業がもうほとんどあと1ヶ月ぐらいで終わる感じです。1ヶ月もないですね。だいたい12月27日ぐらいでほとんど終わるんですが、で、そもそも公共政策学っていうものを学んでるんですけど、公共政策って何ってすんごい聞かれます。大学院生ですよって言うと、何を研究してるのって質問が自然に出てきますよね。その質問に対して私がいつも、あ、公共政策ですって言うと、公共政策？いや、実はですね、その内容が、その中身がもう名前の通りです。公共政策です。公共って言ったら、まあ、まず国とかですかね。国とか、省庁とか、あとは、まあ、様々な公共団体、県だったり、市町村とか、まあ、もっと細かい単位もあるんですけど、まあ、本当に、国とか市町村とかの、まあ、大体でも、大学院で扱うのは国とか省庁の政策が多いんですけど、こういう公共の団体が、いろんな政策を日本で実施してるわけじゃないですか。まあ、あと授業によっては、日本じゃなくて海外を扱う授業もいっぱいあるんですけど、まあ、とにかくですね、公共団体の政策を研究している大学院が公共政策大学院です。で、すごい独特で、普通大学院っていうのは研究室に所属していて、授業はほとんどないんだけれども、研究がもうメイン、もう研究成果を出さなければいけないっていうのが、まあ、一般的な大学院かなと思うんですが、で、私の大学院も一応修士にはなっています。ちゃんと修士課程なんですけれども、少しね、種類がですね、何でしょう、特別で、専門職学位っていうものになっています。それは本当イコール修士ではあるんですけれども、専門職学位って何が違うかって言ったら、本来ならば研究がメインで授業が少ないっていうのが大学院ですね。私の場合は本当に実務を学ばなければいけないので、実務的な授業が非常に多いです。本当に単位数が学部とほとんど変わりません。学部の時は4年で100何50、160とかそれぐらいだったんですけど、大学院は2年で46単位です。だから、2年間で授業を23個ぐらい取らなければいけないという計算になっているわけです。そしてですね、その代わり修士論文というのは実は課されていません。あれ？じゃあなんでアレオナが今修士論文なんてもう書いてるのってなりますよね。そうそうそう、実は私学部の時も課されていませんでした、卒業論文っていうのが。なぜならば私が日本の法学部に行ったからなんです。日本の法学部って、まあ、今は変わりつつあると思うんですけど、卒業論文がないんですね。で、なんでないかといったら、基本的に法学部に行ってる人って司法試験か公務員試験受ける
人がほとんどで、まあ、どっちか受けるんですね。そうするとその辛い勉強であまりにも忙しすぎて卒業論文なんてとても書けそうにないっていうのが、まあ、今までの経緯だったので、まあ、法学部は基本的に卒論がないのが日本では一般的なんですね、はい、で東京大学の法学部は今も卒業論文なんていうものはなくて書きたくても書けないんですね。リサーチペーパーとかちょっとした研究ペーパーみたいなものはあるんですけど、私もそれを2回書いたんですけど、でも卒業論文というものはないです。もうひたすら授業を取ります。で今私が所属している大学院はそれとは割と近いんですが、一つ違いがあるとすれば、それは任意で自分自身で申し込んで、私修士論文書きたいですという希望を出せば修士論文書くこともできるって言っていいんですね。そうで、私は自分自身でちゃんとね希望あったから、希望があったって変な日本語だね、その修士論文を作成することを希望していたから、ちゃんと申請して、でこの先生と一緒に書きたいという先生にちゃんとねお願いして、先生とご一緒させていただけないでしょうかっていうことで、先生もそれを承諾してくださって、で今実際に論文に取り組んでいます。多分今多くの方がこれを見て、論文が課されてないのになんであえて自分からこんな辛いことをしようとするのってきっと質問できますよね。お答えします。やっぱりですね、私レポートとかなんか論文とか書くのが好きなんですよ。で学部の時に書けなかったっていうのが私としては少し悔しくて、何かしらもちろんね学者のレベルには達してないんですよ。でも自分のペーパーをやっぱり1個だけでも残したかったんです。そうだから、まあそれが1つ目の理由で、で2つ目の理由は実はね、研究したいことがあったからやっぱり書きたかったんですが、そもそもなぜ私が公共政策大学院を選んだかといったら、それはもう昔からずっと皆さんにね話してる通り、もう日本の田舎が好きで、なんかまあ人口が減少してる中で、まあ、どうにもできない部分もあるかと思うんですが、まあ、少しでも日本の素敵な田舎が元気になればなと思って、何かできないかなってずっと思っていて、で公共政策大学院に入ったんですね。はい、でうちの公共政策大学院は国立大学ではですね非常に珍しいんですが、観光を取り扱う部門があるんですね。そう、実は観光を大学で学ぼうと思ってもなかなかできなくて、そう、観光っていうのは国が関わる政策ではあるので、はい、まあ、国だけじゃないんですが、とにかくですね公共政策とか交通政策が学べるんですね、うちの院は。で私は、まあ、それだけじゃなくてあらゆる公共政策について学んでみたかったから公共政策大学院に入ったわけなんですけど、まあ、観光も学べるということで私としては本当に非常に嬉しかったんですね。そして修士論文についても自分が一番書きたいテーマについて自分が一番担当してほしいなと思った先生が承諾してくださったので、まあ、今修士論文を書いてるわけなんですね。まあ、ちょっと私が勉強が好きなのかもしれないんですけど、とにかくこういう理由があって修士論文を書くことになりました。はい、で詳しいテーマについてはやっぱりこれは多分提出してちゃんと試験にパスするまでは、まあ、話しちゃいけないかなとは思うんですが、まあ大雑把に言えばですね、今私が学んでいるのは研究しようとしているのは東北地方の観光政策なんですね。はい、まあ、だからそうそう、ちょうど今山形をすごいやってて、山形の T シャツ着るのもなんかすごい演技がいいなと思ったんですけど、だって今朝超適当にね引っ張ったからなんですけど、はい、であれタイトルでかなり厳しいってあるんだけど、それって何のことってね、そうそうそう、一番大事な部分ね、まあ何が厳しいかって言ったらやっぱりね締め切りが非常に近くて、でかなりできてるんですけどできてはいないですね、完全にはね。だから締め切りの直前になるとやっぱりストレスがすごくて、もう今私はもう本当に YouTube の更新は少ししてるんですけど、あとはもうお勉強だけ。だから朝早く起きてちょっとお散歩して富士山を見える日だったら見て、と
故郷からです。見えます、実は見えます。あの見えるところ知ってるから、近所でっていうか隣の建物から見えるから見に行くんですが、富士山を見てお散歩して、でそこからもうほぼ夜中まで、ね、寝落ちするまでを勉強してるのが、まあ、最近の生活なんですけど、でまあ厳しいっていうのはね、精神的に厳しいだけで、実はねすごく好きなこと、研究したかったことを今私がやってるから、あの何の文句もなく、いやまさにこれが私がやりたかったことだっていう感覚であのやってるんですけど、まあ、ちょっと様々な不安があるんですよ。ちゃんと締め切りまでに出せるかどうかとか、あのロジックが外れてしまわないかとか、いろんなあの不安があるんですね。ちなみに文字数は今何文字書いたかはちょっとね、あの秘密にしておきますが、一応書かなければいけないのはだいたいね最低4万字ぐらいです。そう、あのうちの大学院はね、実は最低の決まりはないです。ちゃんと論文ができてれば最低は決まってないんですけど、でもね、まあだいたい一般的に修士論文はまあ 4,5 万字ぐらいとかで、文書だけでワードの A4 のワードが60枚とかそれぐらいなんですけど、多分今これを見てる方の多くがやばってなったかもしれないんですけど、まあ、あの私文書書くのがすごく好きで、あの書くことさえあれば実はね一晩で10枚でも15枚でも書けるんですよ。問題はそれを書くための研究、読書が終わってるかどうかというところにあります。はい、まあ、というわけで今日完全雑談で、まあ、皆さんがこういう内容にご興味があるかどうか分かんないんです。というのも完全に自分の今の立ち位置みたいなことについてお話ししたんですが、まあ、ご質問が本当に多いので、まあ、あのご興味のある方もいらっしゃるのかなと思ってこのような動画をちょっと回してきました。はい、で、あと全部言ったのかな、はい、まあ、とにかくですね、まあ、締め切りが非常に近いんですが、その締め切りまでに私にできること全部頑張ってやりたいと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。ではバイバイ、また次の動画でもお会いしましょう。あのちゃんとね試験に合格してね、あのうちの論文がパスしたらね、あの皆さんにいろいろお話ししたいので、また楽しみにしていてください。ただ多分来年です。っていうのも高等試験が来年だからです。ではバイバイ。